queridos amigos, bienvenidos a esta edición de Ecocultura Televisión Comunitaria. Nos encontramos en compañía del profesor Sato y con otras gratas presencias también, quienes van a compartir este rato muy especial con nosotros, así es que quédense también en sintonía. Durante 10, total 5 años vivimos en Paraguay. 前来た時と今現在どういうふうに変わりましたかって、あの人とか、パラグアイ全体的に。車が大変多くなっているのにびっくりしました。それと前来た時にはかなりこう傷んでる車が多かったんですが、例えばあのへこんでいるとかライトがないとか、そうんじゃなくて、今回来た時は綺麗な車がたくさん走っているのでびっくりしました。お店が増えました。スーパーマーケット、それから銀行、その他の大きな建物が前にはあまりなかった。今度来た時にはたくさん増えていました。言われています。で、私たちが知っているパラグアイ人は、日本人よりも働かないかもわかりませんが、家庭を大事にしている、ファミリーを大事にしているように思います。どちらがいいかというのは、それぞれの人々の考え方によると思います。で、まあ、この国では、おじいちゃん、おばあちゃん、そしてお父さん、お母さん、子供、孫っていうたくさんの人たちが一つの家庭で楽しく暮らしているので驚きました。Los japoneses, según los extranjeros, los japoneses son trabajadores, pero los paraguayos, ellos, le cuidan más a su familia. パラグアイ人と一緒に交流を持つっていうのは難しいですか？難しくありません。私もセニョーラもパラグアイ大好きで、5年間パラグアイにいて、そして今度は自分たちでパラグアイに来ました。それはパラグアイが好きだから来たんです。ですからパラグアイの人たちと交流することは大いに賛成です。次にメッセージ、なんかこう国を大きくするっていうか広がるっていうんですかね、人たちもそうですが、日本の人たちもお互いにもっとこう交流し合えたらいいなと思います。日本でお会いする人たち何人かはありますが、やっぱり数の上では少ないと思うので、もっとお互いにこう交流し合えたら。でも問題は遠いいうことが大きな問題だと思います。